はい、到着。ここがお目当てのエルピスだよ。おや、あなたは直接いらっしゃるのは珍しいですね。何かご用事ですか？うん、ちょっとね。しばらく滞在させてもらうけど、問題ないかな？ええ、もちろん。通例通り、外からの来客者だとわかるよう、仮面は外していただきたいですが。身元など、仮面をつけたままでもすぐわかるだろうに。まあ、君の場合はね。だけど、規則には従ってあげないと、彼らが困っちゃうよ。これでいいな。ご協力ありがとうございます。どうぞお進みください。ねえ君、それ見えてるでしょ。見えてない。私には何も見えてない。そんなわけないでしょ。ほら、薄くてちょっと分かりにくいけど、魂の色がアゼムとすごくよく似てる。もしかして彼女が作ったものかな。使い魔だとしたら魂持ちなんて珍しいね。知るか、あいつ関連なら厄介だ。似て異なるものならさらに厄介だ。結論、関わらないに限る。さあ、行くぞ。何か訴えようとしてるみたいだけど、これじゃあ会話もままならないね。君、少し存在を補強してあげなよ。どうせ魔力余ってるでしょ。お前、人を何だと思ってるんだ。もちろん善良なる親友だと思う。こうして遠路はるばる付き合ってるんだから、頼みの一つくらい聞いてくれるに違いない。おい、目を閉じていろ。さもないと酔うぞ。もう目を開けてもいいぞ。おや、大きさまで調整してあげたのかい？
元のままだと話しにくいだろう。もののついでだ。君ってば気が利くね。補強の方も綺麗にできてる。言うことなしだ。ということで、はじめまして。私はヒトロダエウス、創造物管理局の局長さ。隣にいるのがエメトセルク。正真正銘、14人委員会の一員だよ。君の名前は？言葉、わかるかな？いいね。会話ができるなんて優秀だ。私もそう呼ばせてもらうとするよ。それで、君はどこから来たの？あれだけ不安定だったんだ。ここで想像されたものではなさそうだけど。わからない、あるいは答えられないのかな。よし、じゃあ質問を変えてしまおう。君はどうしてここへ？何をしたいんだい？驚いた。私たちと同じだなんて。ねえ、やっぱりアゼムの使い魔なんじゃない？本当は一緒に来たかったとか。もしそうだったら自力で乗り込んでくるだろう、あいつの場合。おっしゃる通りで。失礼したね。私たちは魂の色が見えるんだけど、君のそれが友人の色によく似ていてさ。加えて目的まで一緒だったものだから早合点してしまったんだ。私たちはここの所長であるヘルメスと話をしに来た。加えて彼の働きぶりを知るためエルピスを見学したいんだ。厳密にはそれはエメトセルクの目的で、私はただの案内役なんだけど、仕事上ここには何度か来たことがあるからね。ということで、よかったら君も一緒に来ないかい？勘違いのお詫びに案内するよ。おい、そんな素性も得体も知れないものを公務に連れて行けるわけがないだろう。いいじゃない。怪しいと思うなら余計にそばに置いて見ておかないと。それに不思議な生き物を連れているなんてここじゃむしろ当たり前さ。ようこそ、創造生物たちの実験場、空の果てのエルプシへ。さて、どんな事実が待っているやらだ。
君は。見つけられたんだね。ヒュトロダイウスか。会うのは久しぶりだ。そうだね。職場同士はしょっちゅう連絡し合ってるけど、今日は君に会いたいって人たちを連れてきたんだ。14人委員会のエメトセルクだ。お前が所長のヘルメスで間違いないな。ああ、ヘルメスだ。アーモロートからでは遠かっただろう。まあな。だがエルピスの用途を思えば仕方のないことだ。こいつに案内役を頼む羽目になったのは不本意だがな。失礼しちゃうな。私はいつだって善良な友人だというのに。それからこちらがさっきプロピュライオンで拾った。で、なんだか懐かれてるね。そっちの青い子はヘルメスの使い魔かい？彼女はメーティオンという流星を意味する名だ。へえ、随分と構成するエーテルが薄いんだね。これだとあまりに脆い気がするけれど、創造物管理局にも届け出てないでしょう。イデアを見た覚えがないや。彼女は自分の個人的な研究のために創造したけれど、まだ成果を得ていない段階だ。だから申請できていないが、いずれは伺うつもりでいる。その時はよろしく頼む。了解。確かに君はここの所長であると同時に飛行生物創造の第一人者だからね。こだわりもあるんだろう。申請のんびりお待ちしているよ。それも結構なことだが、こちらも仕事の話がある。私が来た時点で概ね察しているだろうかな。承知した。ひとまず奥の館で待っていてくれ。自分も観察対象たちを造物院に返したら。アンビストマが一匹足りない。
ふむ、その子たちと同じエーテルならあっちの方向、敷地の外にいるみたいだね。それも木の上だ。木に登ったのか、あの手足で。ミトロンインが空を泳ぐ魚を作ってから、水生生物に浮遊能力をつけるのが流行っている。アンビストマもわずかに、頑張れば木くらい登れる。だが降りられないのかもしれない。残りのこいつらは。ここは手分けをするとしようか。すまないけれど、ヘルメスを追って手伝ってあげてくれるかい？残りのアンビストマは私とエメトセルクで見ているよ。ヘルメスに指定されたのはここで間違いなさそうだな。だがお前はダメだ。同席はさせられない。やましい話じゃないが、人の今後を左右する大事な話だ。どこから来たのかも言えないような奴に聞かせられるものか。なんだ、食ってかかる気か？それはヘルメスとだろう。私の用件が終わった後にいくらでも話すがいいさ。自分は彼女に同席してもらっても構わない。ヘルメス、だがこいつはメーティオンに気に入られた存在だということは、自分にとってどんな言葉で論じられるよりも信用に値する。それに第三者がいてくれた方が冷静でいられそうだ。分かった、お前の意見を尊重しよう。静かに聞いているんだぞ。それで話というのは、やはり。ああ、ファダニエルが座を降りることを決めた。後任としてお前を推挙している。14人委員会としてもお前の実績と深い知識を買って、その提案を受ける方向で動いている。あえて面識がない私がここに来たのは、公正な目で近況を確認するため。そして何よりお前自身の意思を問うためだ。現ファダニエルももともとはここの所長だ。公私ともにお前と親交があったと聞く。座を譲りたいという旨も何度か話をしていたそうじゃないか。だから予測がついていたんだろう。そうだ、
私がなすべき仕事を終えるときにはお前を襲うと、あの方は何かにつけておっしゃっていた。とてもじゃないが喜んでいるようには見えないな。それほど14人委員会の名を背負うのが嫌か。いや、そうじゃない。そうじゃないんだ。委員会に推挙してもらえたことは光栄に思う。研究ばかりの自分には過ぎるほどの申し出だ。だが現ファダニエルが座を降りようとしていること、それそのものが割り切れない。やはり彼は星に帰るのだろうか。そのつもりだとは聞いている。過去に14人委員会に属した者もほとんどが退任とともに帰っているしな。星に帰るは死ぬのこと？おや、珍しいね。エルピスではそう呼ぶ方が主流なのかい？その言葉を使う人は滅多にいないと思っていたけれど、我らは星の意志であり細胞である。この命こそが星に流るる血の一滴、おの神のごとく星を育め、それが私たち人の役割だよ。星を良くすることでそこに生きる全てのものが幸せでいられるようにするわけだね。みんなそのために知り考え作り出してきた。おかげで原初の頃は荒々しかったという星はこれほどまでに穏やかに優しいものになった。星に帰るというのはそうして星を育んだものにこそ与えられる選択肢だ。大いに生き己のやるべきことを果たしたと思った時に人々はそれを選ぶ。最後の瞬間はいつだってそれは美しいものさ。14人委員会に加わった者とてその流れからは逸脱しない。ここで存分に役目を果たせたらまさしく帰るにふさわしいと多くの者は考える。私たちの座はついた者にとって命数と同義だ。ごく一部の例外を除いてな。ファダニエルが帰るのを認められないのは彼の功績がそれに値しないと考えているからか。知らないわけはないと思うが、あの御神は多くの素晴らしいイデアを生み出した。こと新たな動物を作ることにかけてはな、エルピスでの経験を生かしいくつもの種を生み出したものだ。もちろんそれはよくわかっている。自分はただあれほど偉大で命を知る人であってもやはりそうして終わりを選ぶのかと。不甲斐ない。こちらの動揺が彼女にまで伝わってしまったようだ。同席を進めておいてすまないが、少しの間彼女を連れ出してやってはくれないか。気分転換をした方がいい。見事なものだろう。アンペロスという最近観察を始めたばかりの創造生物だ。
少しいいか、経過を聞かせてもらいたい。その花はこの施設で作られたんだ。それでエルピスの名を冠している。昔ここに美しい花を作ることを愛している職員がいた。彼女が試行錯誤するうちに偶然生み出したのだという。面白いのは何といっても周囲の心を映してまとう色を変えるところだ。とはいえここでも地上でも限りなき純白をまとっていることが大半だが。人の心を映す、それってどういう仕組みなんだい？世界にはエーテルとはまた異なる思いが動かす力というものがある。自分たちがエーテルを自在に操るようにこの花はその力を受けたり作用させることができる。とはいえ花自身には明確な意志がない。だから周囲の感情によって動いた力を受け、それを色や輝きといった現象に変換しているんだ。アーカーシャはラザハン式の錬金術に存在する概念で、目には見えない力の一つよ。思いが動かす力なんて言われてるんだ。アーカーシャ、その呼び名には心当たりがないが、話を聞くに同じものを指しているように思う。自分たちはその力をデュナミスと呼んでいる。そしてエルピスの花のようにデュナミスを操ることができる存在、思いを自在に現象へと変えられる存在をエンテレケイヤと呼ぶ。私もエンテレケイヤ。ああ、その子は世界で最初の意志を持つエンテレケイヤなんだ。待て、エーテルとは異なる力、デュナミスだと。そんなもの私ですら初めて聞くが。無理からぬことだ。まずデュナミスは人に見えないし感じ取れもしない。理論上は長らくあるに違いないとされていたが、エルピスの花が偶然創造されるまでは存在を実証することさえできていなかった。次にデュナミスはエーテルと比べてずっと弱い力だ。普通の状態ではエーテルに押し負けかき消されてしまう。だから自分たちのように多量のエーテルを有し、何につけてもエーテルを活用する生物はデュナミスを使う必要がない。まさに合ってない存在だ。ごく一部の研究者にしか知られていないのもうなずけるだろう。
なるほどな。しかし、だとしたらどうしてお前はエンテレケイアを、メーティオンを生み出した？アーテリスは、エーテルが特別に恋をした。それこそ、名の由来になるほどに。だが宇宙全体で見れば、計算上、すべての質量とエネルギーの 68.3% をデュナミスが占めると考えられている。エーテルとは、比べ物にならないほど大きいんだ。それを自在に操れるとしたら、ゆるく流れる水では石を浮かせずとも、滝のように勢いをつければ岩をも削っていくように、デュナミスがエーテルに勝る力になるかもしれない。とは言ったものの、実のところ自分はそんな大それた目的を持っているわけじゃない。天を、宇宙を飛ぶものを作りたかった。そのために生涯では補給しにくくなるエーテルではなく、別の力を利用できるようにしてはどうかと考えたんだ。ああ、だからその子は極端にエーテルが薄かったのか。ご明察だ。あなたも薄いと感じる。だからエンテレゲイアの仲間と思った。違う？ほうほう、やってもらった身で言うじゃないか。今すぐに戻してやってもいいんだぞ、素性不明のうっすら使い魔もどきに。エーテルが薄ければエンテレケイアになるというわけじゃない。だがデュナミスに干渉しやすくなるのは確かだろう。それが思いもよらぬ勝利や逆転につながるかもしれない。君の特性として大切にするといい。ああ、待たせたままになっていた。まだいくつか確認したいことがあるから済ませてくる。いや、だから私に言われてもだな。君ならば、そのカリブディスが飛ぶのを助けてくれる。必ずそうしてくれるはずだと聞いた。偉大なるエメトセルクよ、どうか頼む。その子に飛び方を教えてやってくれ。じゃないと、ヘルメス。今からここで大胆に転身する。おやおや、こうなったら手を貸してあげた方が早いと思うな。何がおやおやだ、仕組んだのはお前だろ。そんな人聞きの悪い、私はただそういう素晴らしい選択肢もあるって提示をしたまでさ。お願い、エメトセルク。
私は手伝いのために来たんじゃない。それだけはよくよく覚えておけよ。地上からカリブディスを飛ばすのはお前がやれ。私が力を貸すのは空中での補助だけだ。それじゃあ私たちはこの辺りから見物していようか。さっきの質問だけど、ほら、エメとセル君がなぜ14人委員会に入ったのかって話。実は最初に14人委員会への誘いを受けたのは彼じゃなく私だったんだ。エーテルを見る目を買われてね。でも私は断った。確かに見ることにかけては人並み以上だけれど、あくまでも見るだけだ。エーテルを操作する方はどちらかというと下手な部類なのさ。実際転身もできないしね。見て知ることができても結果に対応する術がなくちゃ仕方ないだろう。その点エメとセルクは完璧だ。エーテルが見えるだけじゃなく、それを自在に引き寄せて強大な魔法を使うことができる。あれほど偉大な魔導士を私は他に知らないよ。だから私は彼を推したんだけど、彼を推薦する声は他にもたくさん届いていたんだ。それも世界中からね。なんでも以前彼に手を貸してもらった人たちが、彼の実力は確かなものだって声を上げたらしい。当人は驚いたんじゃないかな。彼としては人助けをしてたつもりなんてこれっぽっちもなかったようだからね。私とエメとセルフにはもう一人仲のいい友人がいるんだ。それがまあ、なんというか面白い人でね。やらなくてもいいことにいちいち首を突っ込んで、あわや大惨事みたいなことが常で。エメとセルクは呆れてばかりだけど、まあ心配もしているわけさ。だから呼ばれればついていくし、必要だと判断すれば助っ人に駆けつける。結果として周りからはエメとセルク自身が人助けをしてるように思われたってわけだ。本当にとびきり愉快な友人たちさ。彼らの望みが叶うようにすること、それが私にできる最良の星への貢献だ。エメとセルクは14人委員会の座は名数に等しいと言うけれど、だったら私の名数は友人たちのそれに等しいのだろうと思うよ。いけないね、つい語っちゃった。どうにも君には親近感が湧いてしまうものだから。やっぱりその色、君の中にある色のせいかな。これほど似ているのに違うものだなんて、そんなことある？すごい！カリュバディス、上手！
あれならもう大丈夫。飛ぶ練習は終わりで良さそうだ。近くまで行ってエメトセルクに手を振ってあげなよ。終了の合図代わりにさ。二人とも待っていてくれたのか。話し合い終わった？ああ、結論は出した。メーティオンを見ていてくれてありがとう。エメトセルクとヒトロダイエスには中にある客室でそのまま休んでもらうことになった。君にも部屋を用意させてもらう。案内しよう。待って、案内、私たちが先。エルピスの花？暗い気持ち、寂しい色、ヘルメスだけじゃない。だからダメ、違う。そうか、君はメーティオンの頼みを聞いてくれたのか。よければ少し話をさせてもらえないだろうか。自分は人に定められた生き方を、星のために生きるということを悪いとは思っていない。だがここで働いているとどうしようもない違和感に襲われることがある。ファダニエルの座についての話を受けた時、ヒュトロダイウスが言っていたことを覚えているか。死とはやり遂げた者が選ぶ選択であり、最後の瞬間はいつも美しいものだと。だがそれはあくまで人の話だ。作られた生物が星の益にならないと判断された場合、彼らは問答無用で消される、死を与えられる。生まれたばかりで何も成し遂げていなかったとしてもだ。処分の際は苦しませないようにしているが、死を与えられることを察した生物たちは怯え、憤る。その終わりは美しいものなんかじゃない。そんな事実を誰
誰も気にしていないんだ。星を良くするという目的は当然すぎるほどに当然で、誰しも疑うことなくそれを信じ行っている。自分の前には、死にゆく生物たちの瞳には、悲しみも絶望も理不尽への怒りも確かにあるのに、この世界はそ知らぬ顔で幸せそうに笑い続けるんだ。エルピスの花はいつだって無垢な白と明るい喜びの色に輝いている。そのことへの違和感が、何か暗いものが日に日に胸の内で膨れ上がっているんだ。周りにおかしいと叫んでやりたくなる一方で、おかしいのはこんなことを思う自分じゃないかと恐ろしくなってくる。だがこの世界で悲しみを知るのは、エルピスの花をこんな色に染めるのは自分だけじゃなかった。花の傍らで何を思ったのかは聞かない。もしかしたらメーティオンにせがまれて仕方なくやってくれたことかもしれない。それでもありがとう。こうして確かに悲しみがあり、怒りがあり、苦しみがある。その事実を知っていてくれることが、こんなにも優しい。君は変わっているな。こんな話、眉を潜められるかと思っていたが。君は天に輝く星の正体を知っているか。ここからじゃちっともそうは見えないが、あの一つ一つがアーテリスと同じ、あるいはさらに大きな大地でできている。これだけの数だ。自分たちは星のために生きているが、別の価値観を持つ生命もいるだろう。自分は彼らに問いかけたい。彼らがなぜ生きるのかを、命の意味を。だからデュナミスで天を飛ぶ鳥、メーティオンを作ったんだ。実のところ、メーティオンというのは、ここにいる一人だけじゃない。彼女には大勢の姉妹たちがいて、すでに宇宙へ飛び立っている。意志を持つ生命を探して、星から星へと飛んでいるんだ。宇宙の探索は、予想外の出来事の連続で、思ったような成果が上げられていない。だがそろそろ、次こそは何かしらの結果が報告されそうなんだ。もし君がここに滞在している間に報告が届いたなら、この夜のお礼にきっと共有させてくれ。さて、これ以上夜が深くなる前に帰るとしよう。明日揃って寝ぼけた顔をしていては、エメトセルクたちに申し訳が立たない。メーティオン、そろそろ戻ろう。はーい。Thank you.
今だ。君の魂が安らかであらんこと、魂の夜辺の海が深き冥界が穏やかであらんこと、君たちのイデアは必ず残す。それがいつか、いつかまた形を得るだろう。星を良くしなくたっていいんだ。君の生きたいという願いが、その時こそ、どうか。恨んだまま、許す必要はない。その証に、苦しみはここへ置いていくといい。次に生まれる時にはきっと、思うがまま大地と空を駆け回ってくれ。ヘルメス、14人委員会に入れ。この場所はお前には向いていない。自分がここを離れたって、誰かが選別を続ければ同じことだ。教えてくれ。星を良くするという名分は、今消えた吐息よりも重いのか。やり遂げた者が死ぬというなら、いつか星が最善に至った時にどうする。よくやったと満足して死に絶えるのか。わからないんだ。ファダニエルの座をつけば、今その座にいる彼が星に帰るのを肯定することになる。それが正しいことなのかわからない。こんなことで悩んでしまう自分が、人の代表として立っていいのか、わからないって。ヘルメス、怒らないで。責めるはダメ。とても苦しい。すまない。まだ選べる余地が残っているなら、少し頭を冷やして考えさせてほしい。ヒュドロダイウス、すまないが、案内は君に任せた。了解。好きにさせてもらうから心配ないよ。君もここに来た目的が果たせることを願ってる。私たちはひとまず12節の園に戻ろうか。この後どうするか、そこで相談しよう。そうだな。
さて、ここが第二の区画、ゼピュロスの喝采だよ。この区画にはいくつかの保管、実験施設と観測拠点であるポイエテーンオイコスがあったはずだ。そのあたりをめぐってヘルメスの仕事ぶりを。おや？オレイアスじゃないか。かわいいね。おい、また何か来たぞ。ああ、あれは新種のサメだね。先日イデアを登録したばかりのものだ。サメは海洋生物の中でも人気が高い。亜種を作ろうと挑むものが絶えなくてさ。最初はもちろん順当な考え方をされていたよ。大きさの違いだとか、異なる海域への適性を持つとかね。けれどそれにとどまらず、挑戦者たちは空飛ぶサメを作り、賢いサメを作った。頭の数を増やし、今回のあれは手足ときた。わお、すごい。まるで無意味だ。他にやるべきことを探すようにって言いたいくらいだったけど、最終的には執念を買って承認ってことに。危なかった。怪我はありませんでしたか？あら、あなたたち。ベーネス様、まさかこんなところで会えるなんて。この前、過去に14人委員会に属した者はほとんどが退任とともに星に帰っていると言っただろう。彼女はそのほとんどに含まれない稀有な例だ。かつて座にあり、それを譲った後もこうして活動している。ベーネス、前代のアゼムを務めた人物だよ。お久しぶりですね。会えて嬉しいわ、ヒトロダイウス。当代のエメトセルクも。でもあなた、また眉間のシワが深くなったのではありませんか？まだ若いのに、あまり顔をしかめてばかりではいけませんよ。あなたの後任が、ずいぶん、大変、とても、やんちゃなもので。まあ、あの子は元気？相変わらずですよ。この前なんて噴火間近の火山に突撃したりして。お聞きになります？ええ、よければ後でぜひ。それから、そちらのあなたは？もしや、今よりも先の時間、つまりは未来から来たのではありませんか？あなたに私の紡いだ魔法がかけられているのを感じますけれど、そんなことをした覚えはない。となれば、かけたのは今より先の私ではないかと。ちなみに、どんな魔法なんですか？旅人のための守りです。あらゆる状況でエーテルの変質を防ぎます。
心当たりがあるようですね。守りの魔法は数あれど、あなたにかかっているそれは私の術式で間違いないでしょう。だからといって未来から来たなどと、いくらなんでもありえない。未来のことを、あなたのことを話してはいけない。君が帰ってくるここは、あくまで終末が起きたという歴史をたどった世界。過去で何をしたところで悲劇をなかったことにはできない。あなたが戻る未来は変わらないけれど、私たちが別の歴史を歩む可能性があると。いいですね、それ。まだ誰も検証していない領域に挑むの、私は好きですよ。それに、どんな事実を知っていたとて、未来は訪れる瞬間までわからないものです。心配していただくことでもないかと。何より、わざわざここを訪れたのには相応の大事な理由があるのでしょう。よければ話してみてはもらえませんか。力になれることがあるかもしれません。まったく、それが本当なら、とんだ事情を隠していたものだな。私も14人委員会としてしっかり聞かせてもらうぞ。お前が何者で、どうしてここへ来たのかを。今度こそな。ひとまず落ち着ける場所に移動しましょうか。私はエルピスで働く古い知人からの依頼を受けて、数日前からここに滞在しています。この先のポイエテンオイコスに館を借りているので、そこへ向かいましょう。大丈夫、この出会いはきっと間違いじゃないわ。そうでなければ、こんな分かりやすい目印をつけて、過去の自分の近くに向かわせたりしません。わかりますよ。他でもなく私の考えですもの。いい香りですね。ほっとする。お菓子もあればよかったのですが、旅暮らしの癖が抜けなくて、どうも身軽さを優先してしまうの。お茶のおかわりならいくらでも。お湯は温かいまま保っていますから、焦る必要もありません。ゆっくりでいい。聞かせてもらえますか？あなたのことと、ここに来た理由について。
順を追って話してみろ。とても信じられたものじゃない。そうだね、正直想像すらつかない部分も多いよ。ベーネス様はどう思います？最初の終末がいつどうして起こったのかが正確でない以上、現時点では真偽を判断する材料がありません。ですから、すべて真実であるという前提に立って、なぜ私がそうしたのかを考えていました。大衆と14人委員会が選んだ道、それに反してハイデリーを作り出す理由を、少なくとも今の私でははっきりと説明できません。もちろんその時になってみないとわからないことも多いでしょうが、簡単に下せる決断ではなかったはず。何かもう少しそうするしかなかった要因があるように思えるのです。それから、なぜあなたにエルピスの花をしるべにしろと言ったのか。花そのものや追う過程が大事だったとも考えられますが、あなたがここへ至っている以上、エルピスという場所にもきっと何かがある。それが何なのか、私はあなたに何をすべきなのか。そっちについてはこうも考えられませんか？彼女たちの歴史においては、終末は不可避となり、もう星から逃げるしかない。せめてその未来について私たちに伝えておくことで、別の歴史が生じる可能性を作りたかったとか。確かに理屈としてはあり得る話ですけれど、それが主たる目的ならわざわざエルピスに誘導する理由がない。留守である可能性を考慮しても、私の家にするか14人委員会のいるアーモロートを選ぶ方が賢明でしょう。まあそうか、彼女はそのハイデリンってものから向かうべき時を指定されたわけじゃない。となれば、私たちと出会えるかどうかは重要じゃなかったというわけですね。あるいはこの偶然とも思える出会いが果たされることに何らかの根拠を持ってかけていたのかもしれませんか。パズルをしようにも重要なピースが足りてないみたいだ。確かな事実があるとすれば、終末が聞いた通りのものならば、それは私にとって
かけがえのないものを焼き払おうとしています。そんな事象を前にして長い時間も費やして用意した手段が逃げるだけ。普通ならまず終末を完全に退ける方法を考えるはずでしょう。それは14人委員会でも果たせなかったことですし、不可能だと考えたのでは？私は不可能を信じていない。ハイデリンが私なのであれば、それだけは揺るぎない事実だと思います。よくもまあ、こんな妄言に出てくる自分を本当に自分だと思えたものだな。私は納得していない。できるものか。この良き時代が、そんなわけのわからない終わりを迎えるだと。大体、そいつの語る私は、およそこの私とかけ離れているじゃないか。同胞たちがゾディアークに命を捧げたとして、星のためであったなら、人として誇るべきことだ。だというのに、私がありし日の町を模しただと。そんなものは彼らの行いへの冒涜だろう。お前をそこに招き入れた理由も全く理解ができない。自ら計画失敗の要因を作ったようなものじゃないか。確かにこの時代の復活なんてものを背負わされると思うと嫌で嫌で仕方がない。腹の底からうんざりする。だが、自分からそれを投げ出すような真似を私がすると。随分と侮ってくれたものだな。よまいごとはもう十分だ。私は仕事に戻る。二度と邪魔をするな。エメトセルク、ちょっと待ってよ。もう一つ聞かせてください。ここまでエルピスを見てきて何か気になったことはありませんでしたか？デュナミス、エーテルとは異なる力ですね。ええ、私も専門ではありませんが理解はしています。そして局長であるヘルメスがメーティオンを作るにあたってそれを研究していると。詳しく調べてみる価値はありそうですね。そうと決まれば行動あるのみです。今はまだ欠けているピースがきっとこの地にある。それを手にした時、未来の私が描いた絵の全容が、あなたが受け取るべき答えが導き出せるでしょう。私にもどうか協力させてください。彼が私の知るアゼムから聞かされた通りの彼ならば、きっとこのままお別れにはならないわ。風が心地いい。それに
とても綺麗。あなたのいた未来の世界も変わらず美しいですか？あなた越しに素敵な世界が垣間見えそう。一歩一歩を楽しんでいるのですね。よければ待つ間にあなたの旅の話を聞かせてください。ここに至った経緯については教えてもらいましたが、今度はもっと取り留めのないあなただけの旅の話を。ハイデリンの目的を明らかにするため、未来の世界を知りたいという意図もありますが、何より同じ旅人として興味があるのです。知らない場所に行った人から話を聞きたいと思うのは私たちのサラでしょ。そんなことがあるだなんて、はあ、私も見てみたかった。なんて不自由で厳しい世界。けれど、そこに生きる人々のなんと愛しいことでしょう。人はそんな風にもなれる。可能性の輝きは彼方でもやっぱりきらめき続けている。ありがとう、とびきり素敵なお話でした。先ほども少し話に出ていましたが、私はもともと世界の成り立ちを追い求める学者だったのです。エーテルとは何、物はどうしてこんな形をしているの？私たちの始まりは？世界はそういった謎に満ちている。いくつかにはそれらしき答えを出しもしました。けれど、突き詰めていくほどに驚きは増すばかり。世界の法則が今のようであり、私たちが存在していることはまさしく奇跡のような必然だったのです。遥か天地をめぐり、移ろいながら悠久を渦巻く熱が、こうして私やあなたという形をとっている。それがどれほどの確率の出来事か思えば、想像できる範疇のことなんて何も不可能ではないように感じるのです。そう気づいた時、急激に込み上げてきた思いが私の当たり前を打ち砕きました。何かとてつもなく大きなもの、運命だとかそういうものに命が、人が愛されているのだという感覚。同時に、あまたの奇跡と不確定な可能性の上にある今がひどく脆いもののようにも思えました。私は誰かに、何かに会いたくなって思わず飛び出した。この瞬間に輝く世界を見て、聞いて、感じて、もっともっと知りたいと考えたのです。それが遠い昔の
旅の始まりでした。当たり前が取り払われた世界は何もかもが新鮮でとても美しかった。眼前に広がる地平、吸い込まれるような空、静かだけれど力強い自然の息遣い、それらの合間に人の営みが明かりを灯し、琴の葉を響かせる。そんな光景に胸が温かくなった。何より出会う人そのものがたまらなく好きだった。だから皆のためにできることをしていたら、帰るに帰れなくなってしまったのです。もしかしたら未来の私も、ハイデリンも探し続けているのかもしれませんね。生きる理由ではなく、死ぬことができる理由を。多くの可能性を持ち、ゆえにこそ時に迷える人を、もう大丈夫だと思える瞬間を。この星の未来に生きるあなた、未だ人の行く末を問い、手放せずにいる私に、どうか答えて。あなたの旅は、良いものでしたか？すみません、遅くなりました。お待たせしてしまって本当にごめんなさい。観察対象がこんな時に限って暴れちゃって。お仕事お疲れ様です。おかげでのんびり話もできましたから気にしないで。ありがとうございます。それで私に聞きたいことというのは、実はヘルメスの作ったメイティオンに興味があるのです。あなたは大勢の彼女が飛ぶところを見たとか。なんだ、そのことでしたか。しっかと見ましたとも。あの日は夜の観察があったので、六葉院を出たのが夜半過ぎだったんです。なんとなく星空を見上げながら歩いていたら、南東の方角に天へと昇る逆さまの流星がピカッと、いくつか立て続けに流れていったものだから、私もっとよく見えるところを探してこの島の端まで行ったんです。そしたら少し先の島にヘルメスとたくさんのメーティオンたちがいて、そのメーティオンたちが夜空へと飛んでいく姿が逆さまの流星の正体だったんです。なるほど。それについてヘルメスと話をしたことは？あまりに綺麗な光景だったので、翌日すぐにどんな設計で何のために飛ばしているのか聞きに行ったんです。でもまだ個人的な実験の途中だから、情報を共有する段階にないって言われちゃって、だから私も話してもらえる日を待ってるところなんです。ヘルメスは今も時折あの浮島に行っているようですから、実験自体は進んでいるんじゃないかと思いますよ。状況はよくわかりました。私たちも話が聞けるのを楽しみに待ちたいと思います。お伺いしたかったのはそれだけです。仕事の最中にお呼び立てしてしまって申し訳ありませんでした。いえいえ、同じことを気にしている方に会えて嬉しかったです。あ、このまま下におりますか？でしたら扉をおつなぎしますけど。
ではお言葉に甘えて。しがらみは断たれよ、観難は注げ、汝の意志をここに示さん。膝くらいはつかせるつもりでいたのですが、甘かったですね。確かアゼムと手合わせした時もそうでした。あなたといい、彼女といい、私の半分も生きていないのにたくましいこと。でもあなたの冒険がそれだけ言葉で語ってくれたのよりもずっと困難の連続だったということでしょう。お互いに実りの多い旅をしてきたようですね。あなたを乗せてくれる気になったのかしら。よかったですね。その子、一度懐いた相手のことは忘れませんよ。これでいつでも背中を貸してくれるはずです。小さな島ですね。これといって特別な機材もない。仕方がありません。過去が見られるか試してみましょう。やったことはありますか？あるけれど自在に操れるわけではない。でしたら私が補助しましょう。もう少し近くへ、私のすぐ前に立ってください。過去を見るには大まかに二つの手段があります。一つは当人がその記憶を想起しているときに心の壁を越えて伺い見る方法。もう一つが場のエーテルに刻まれた記憶を読み解くという方法です。魂に記憶が刻まれていくように、世界に満ちるエーテルにだって歴史は刻まれていくのです。もっともそういったものは消えやすいので必ず読み取れるとは限りませんが、ともかくやってみましょう。さあ目を閉じて。いずれの個体にも損傷はなし。順調にそれぞれが目的とする星に向けて飛んでいます。およそ108サイクル後、すべての調査を終え、報告を送信する予定です。今回の伝達事項は以上。共有意識への接続を終了し、自我を復旧します。だって、ヘルメス、順調。よかったね。本当に良かった。ここまで失敗の連続だったからな。
宇宙は常に予想を上回ってくる。人は未だ真理を掴んでなどいないのだと痛感させられた。でも私たちみんなで試行錯誤いっぱいした。だから調査ちゃんと終わる。そうだな、君たちの頑張りのおかげだ。どんな答え返ってくるかな。生きる理由、命の意味、なんだろうね。この中にはアーテリスよりずっと進んでいる星も、まだまだ原始的な星もあるだろう。気づいてきた文化は違うだろうし、それどころか形状すら異なる知的生命がいるかもしれない。だとしたらきっとこの星で信じられているのとは全く別の命の捉え方をしているのではないかと思う。全く別のはどんな？想像もつかないな。けれどどんな答えが届いたとしても頭ごなしに否定したりせず考えていきたい。みんなに伝えて弁論してもらうのもいいだろう。その先で人だけじゃない、一つでも多くの命が幸せを知れたらいいと思うんだ。メーティオン、自分は君に飛び方を教えたが、歩き方は、生命としての生き方は到底教えられなかった。しかし長い長い旅の果てに君はきっとそれを知る誰かに出会うだろう。そうして答えを得て再びここへ帰ってきた時には、君を大いに讃え、ねぎらおう。砂糖ドバドバのリンゴで？君は食べられないじゃないか。何か形にした方がいいのなら、そうだな。花を。いつかこの旅をやり遂げた君に心から花を贈ろう。あなたはどう思いますか？そうですね。優しくとも彼の計画が望み通りの形で進むかどうかはまた別の話でしょう。何か意図しない事故や見落としがあって終末につながる要因を作ってしまう可能性も十分にある。そこで次の手を提案させてください。ヘルメスにもあなたの真実を、終末のことを話してみるのはどうでしょうか？本人に最悪を望む意志がないのであれば、それを阻止すべく知恵や力を貸してくれるかもしれません。それでは急いで彼を探さなければいけませんね。
あの優しい人たちが悲しい宿命に絡め取られてしまう前に、ひとまず元の島まで戻るとしましょう。待たせてすまない。重要任委員会の件とは別の重要な話があると聞いたが。ああ、あるとも。まさしく信じられないような話がな。私たちにしたのと同じ話をしてやれ。お前が何者で、何を求めてここへ来たのか。週末の最悪。そんな。私たちは今のところ週末の現象の数々はデュナビスによって引き起こされているのではと考えています。そしてここでそれを最も熟知しているのはヘルメス、あなたであろうと。一方であなたが望んで週末を起こすとは思っていません。ですので私たちは糾弾するためではなく、その知恵をお借りするために来たのです。すぐに全てを信じるのは難しいかもしれませんが、この話を真実だとした場合の見解を聞かせてはいただけないでしょうか。ベーネス様、あなたまで。確かに二度の終末はいずれもデュナミスが作用したもののように思える。顕著なのは効果の現れ方だ。一度目の終末では創造魔法を暴発させ、再来した終末では人そのものを変異させている。この違いは両時代の人が有するエーテル量の差によって生じているのではないだろうか。前にも話した通り、エーテルが少ない方がデュナミスとつながりやすい。旧来の人、つまり自分たちは大量のエーテルを有しているためデュナミスとつながりにくい。そのため体ではなく行使する術の方に影響が出た。一方で未来の人は、本当に世界が分割されるのであればだが、分かたれた分だけエーテルが薄い。よってデュナミスの干渉を受けやすく、自身の変化を引き起こされたと考えられるだろう。ただそうなのだとすれば、真に注目すべき点は、憶測でもいい、言ってみろ。真に注目すべき点は、絶望や恐怖、負の感情によってのみそれらの現象が引き起こされているという点だ。デュナミスは思いによって作用する力だからこそ、作用を受ける側と仕掛ける側が同じ思いを抱いていれば聞きやすくなる。つまり週末は星の循環不全などではない。何者かが負の感情によってデュナミスを動かし、アーテリスを腐らせようとしていると。とんだ不届き者がいたものだな。そいつの正体に心当たりは？週末は
天脈の薄い地域から本格化する。君はそう言ったな。天脈は星の一番外側にあるエーテルの流れだ。もしもデュナミスを用いた侵食が星の外から来ているのなら、真っ先に食い破られるのはそこになる。こんにちは。聞こえますか？私はあなたに敵対するものじゃありません。あなたの音を聞き、思いを感じ、考えを知りたいのです。どうか仲良くしてくれませんか？メッティオン、どうしたんだ？時間になりました。自我をシャットダウンし、共有意識に接続。私たちからの調査報告をお届けします。メディオン、しっかりするんだ。悲しい、怖いよ。寂しい、悲しい。ああ、どうして私たちこんな辛いよ。行きたい、行く、行く、2回。離脱した。いや、消えた。体内のエーテル量を調節して環境と同化する迷彩だ。異星で出会った相手が友好的でなかった場合を想定して使えるようにしていた。優秀。でもちょっとまずいね。これは私にも見えないよ。大丈夫ですか？メーティオの声が、いえ、私には姿を消す間際の一言しか。彼女の言語によらずに心をつなげる対話術もデュナミスを用いたものなんだ。自分たちより君の方がつながりやすいのかもしれない。なら、お前は声を頼りにメーティオンを探せ。私たちも手分けをして探すぞ。どこまで肉薄できるかは怪しいものだがな。なるほど、そこか。お前はそのままメーティオンを追え。泉の中央にある東屋に追い込むんだ。
話をさせてくれ、メディオ。この声が最後に誰かに届くなら、お願い。みんなを守って。自我のシャットダウン完了。共有意識への接続、安定しています。お待たせしました。星々の調査が完了したので、ご報告を差し上げます。私たちの全個体が、今回目的としていた星々に到着。ヘルメスより預かった問いへの回答を求め、知的生命との接触を試みました。それぞれの星における結果を以下識別番号順にお伝えします。エーナ、文明形成の痕跡あり。住居とおぼしき建造物はあるものの、現存する生命はなし。ディオ、大破した建造物の残骸が点在。地表は氷に覆われ、生命は検知できず。トゥリア、都市と呼べる住居集合体が現存。知的生命は存在しないが、かつてそうであったとする思念体が残留している。テーセラ、こちらも住居とおぼしき建造物あり、現存生命はなし。疫病ないし汚染が死滅の原因と推定される。そんな、生きているものは誰もいないのか。オクト、全土で大規模な戦闘中。住民との接触を果たすが、彼らは間もなく破壊兵器により全滅。エンネア、一面の砂漠。植物に類する生命も発見できず、砂の中に比較的アーテリスの人に近い形状の骨が多数存在。知的生命であったかは判断不能。おい、ヘルメス。改めて聞くが、お前がメーティオンに託した問いは何だった？生きる理由を、命の意味を、どう考えるかだ。では、その問いの前提が間違っていたらどうなる？生きる理由も、命の意味も、生きていればこそ、それを望んでいてこそ答えられるものだ。もし、メーティオンがどれだけ飛んでも、生きているものがいなかったら、生きたいなどと望んでいるものが、誰一人としていなかったとしたら、そいつはこの星にどんな答えを持ち帰ってくる？メーティオ、もうおやめなさい。探索をすぐに中断して全員帰還するのです。デカペンデ、特定の個体を巫女と呼称し文化の中核としていた。しかしその巫女の暴動によって全滅。私にそれを語った巫女本人も問いを提示したところ、回答と称して自害。
知的生命消失。聞く耳を持たずか。メーティオンをアーモロートに連れて行くぞ。こいつを足がかりとして一連の個体を回収する手立てを考える必要がある。メーティオン、自分は自分は君が今直面している答えを切り捨てていいのか。切り捨てられても仕方のない思いを、それでも聞いてほしいと願っていたのは誰だった。どんな答えが届いたとしても頭ごなしに否定したりしない。そう言ったのは確かに自分だった。何のつもりだ。メーティオンはまだ連れて行かせない。彼女の報告は終わっていないのだから。全てを聞いてどうするかを決めるのはその後だ。悪いが邪魔をしないでくれ。しまったか。だが自分も今回だけは引くわけにはいかない。世界中に愚か者と言われてもこの意志を貫いてみせる。時間だ、ヘルメス。メーティオンの身柄は14人委員会が預からせてもらう。それからファダニエルへの推挙の話をどうするにせよ、お前にも来てもらうぞ。状況を見極めるには
その知識が必要だ。メディオン、できることなら君の報告をゆっくり聞きたかった。その意味を考え、しかるべき言葉で伝え、みんなに己の行いを問い直してほしかった。自分が力及ばぬばかりに、その機会は失われようとしている。だが、君と自分の命運が他人に委ねられてしまう前に、せめてこれだけは聞かせてほしい。彼方の星に、幸せは、命の意味は、生きる喜びはあったのだろうか。私たちは言いつけ通りに探しました。ある時は残された記録から、またある時は死して漂う思念体から、時には絶命間際の遺言を聞き、知的生命たちの思いを心で受け止めてきたのです。ある生命は親愛にあふれる世界を目指していました。しかし、傷つけ合わないための断絶、すなわち孤独に蝕まれ、壊れていきました。ある生命は、より良き暮らしを求めて発展に勤しみました。故に襲われ、略奪された。報復で相手を滅ぼしましたが、彼らもすでに再起不能でした。ある生命は、悲劇の根源は有限な時間にあると考え、時間からの脱却を、無限を探し求めました。結果分かったのは、宇宙でさえも有限であり、終わりからは逃げられないという事実。彼らは未来と共に生きる理由を失いました。ある生命は、怒りや悲しみを呼び起こすもの、その一切を捨て去りました。同時に喜びも薄れ、生に意味はなくなり、静かなる自滅が始まりました。誰もが声で、心で、歴史で訴えていました。一生懸命に生きたのだと。最善を目指して、精一杯歩んできたのだと。その上で、彼らは思い知ったのです。絶望は、悲しみは、怒りは、孤独は、恐怖は、諦めは、決してなくすことなどできないのだと。故に私は、私と私、私たちは、この心に溶け合ったすべての先行く者たちは、終わりを歌う。恋しい人、美しいアーテリスの輝ける命たち、苦しいくせに意味のない生の首輝きから解き放ってあげる。何にもならないんですもの。何もしなくっていいでしょう。終わりは合理的で美しい。乱れ得ぬ生を、唯一の安らぎよ。さあ、天の果てに巣を作り、星という星から死と終焉を集めましょう。そうして
もっと上手く強く歌うの。エーテルで覆われたこの星にもちゃんと終わりが届くよ。それが答え。天津星々からアーテリスの命に送る結論を。ふざけるな。私たちの終わりを勝手に決めることは許さない。何のつもりだ。今の話を聞いてなおそちらに味方するつもりか。そいつが終末を起こそうとしているんだぞ。自分たちは星を良くするために基準に見合わなかった生命を葬ってきた。それは終わることこそ救いだと信じて私たちをほふるのとどう違うのだ。そんなものは奇弁だ。ああそうだな。自分はきっと正しくない。だが君たちも正しくはないよ。だから計らなければならないんだ。ここはエルピス、生命の実験場。所長ヘルメスの名において人の祭典を執り行おう。人がもし命を見つめ直し生きたいと渇望したなら、それに足るだけのものであるならば、いかに真理であると歌おうが終わりは退けられるだろう。そうでなければ星ごと滅びるのみ。そして最低である以上は攻勢を期さなければならない。起動せよカイロス。記憶改変機構カイロス起動。主よ、要件を承りましょう。ヒペルボレア動物院全域を対象に記憶の消去と変更を行え。起点はプロピュライオンに14人委員会エメトセルクが到着した瞬間とする。以降現在に至るまでの記憶を消去。同時に以下の情報をかろうじて思い出せる程度に焼き込んでくれ。自分はここでエメトセルクとヒトロダイウスに日頃研究に用いているカイロスを見せようとした。しかし折り悪くメーティオンの共有意識が暴走、存在を維持できなくなった彼女は宇宙にいる者も含め全てが弾けて消え去った。その際の衝撃でカイロスが誤作動、自分たちも含め館内にいた者の数日分の記憶を焼き消した。承知いたしました。作動準備。3プロセス中第1プロセスを開始します。さすがだね。それだけまっさらにしてくれたら確かに公正だ。君に出会ったことも教えてもらった未来の話もメーティオンが変わり果てたって事実さえ消えてなくなるんだから。行くんだメーティオン。誰の手も届かない天の果てまで。あなたも連れて行きましょうかヘルメス。血肉を捨ててくれるならば運べるわ。
自分は最後まで人として君のもたらす終わりに抗おう。バカな人、うなずいてくれたら一番優しく終わりにしてあげたのに。行かせはしません。さあ飛べ。お前の相手は私だ、ヘルメス。来て、アルゴス。記憶改変作動準備。第一プロセス完了。第二プロセスに移行します。焦らせてくれるな。いいかい、君は絶対に今日のことを忘れちゃダメだ。ここで知ったことは未来を救うための鍵でもあるんだから。極論、ここで名誉に私たちがどうなろうが、それはあくまでこちらの歴史、私たちの戦いだ。そして君には君の戦いが待っている。他の誰も代わりはできないんだ。だからとにかく脱出が優先。分かったら私にお任せあれだ。さあどこにある。あった、空間のつなぎ目だ。天の果てであろうと、私たちは必ず。メーティオンが逃げたのか。第二プロセス完了。最終プロセスに移行します。と、悔しがってる場合じゃないね。いいかい、動物園の内部を形成する複数の空間、そのつなぎ目がこの先にあるんだ。私が矢でつなぎ目を壊して外への出口をこじ開ける。そこへ飛び込むんだ。君は謝ることさえできないな。逃がすわけにはいかないんだ。君ならそうするって思った。さすがはエメタセルク、完璧な仕事だね。どういうことだ、空間のつなぎ目はあちらにあったのでは。そうだよね、こんなもの見えるのは私とエメタセルクくらいのものだ。最初から空間のつなぎ目はこちらにあった。あいつらがもったいつけて何もない方に向かった時、陽動をしてやるという意味だと気づいたわけだ。そもそも私の矢なんかじゃつなぎ目は壊せないしね。
全く馬鹿げたやり方だ。だがあいにくどこぞの困った旧友のせいでそういうのに付き合い慣れていてな。そしてバカな無茶に親しんでいるのは私たちだけじゃない。何せあいつに座を託した人だ。彼女だってすぐに理解しただろうさ。時間がない。そのまま行け。私はお前の話した未来を今も信じちゃいない。そんな無様な歴史になどするつもりはない。だがそれでもあえて言うのなら、私に託されたものを投げ出すなよ。最終プロセス完了。記憶の消去および改変を実行します。少し疲れが出ただけです。この天の光すべてが終わりを迎えたムクロだというの。生きること、世界を美しいと思っていたのは私たちだけ。先行く他の星々はもうとっくに見切りをつけていたと。けれど果てしなく遠くても確かに感じる彼女の存在を。いつか至るべき場所があることを。メーティオンが飛び去る直前、追跡の術を彼女にかけたのです。彼女はすでにアーテリスを出て今なお離れ続けている。これだけ遠いと正しい位置を割り出すのも容易ではないでしょう。ですが手がかりにはなる。エメトセルクとヒュトロダイウスのおかげで記憶だって残っています。私たちは何もできなくなったわけではありません。動物園の様子を見に行ってみましょう。彼らはまだそこにいるはずです。ただ、彼らの記憶がどうなっているか定かでない以上、私たちが直接会いに行くのは避けるべきかと。あなたに頼めるかしら。今日は無茶ばかりでごめんなさい。これが終わったら休んで構わないわ。アルゴスと感覚を共有します。彼の見聞きすることを私たちも見聞きできるのです。
目を閉じて意識を沈めて。お三方ともご無事で何よりです。これが無事なものか。エルピスに着いたあたりからの記憶がきれいさっぱり吹き飛んでいるんだぞ。すまない、本当に彼らに日々の仕事を見せる一環としてカイロスを見せようとしていたんだ。だがメーディオンが暴走して消滅を。ああ、その影響で院内が警戒態勢になったのですね。そして様子を見にいらっしゃった皆様ごとカイロスの誤作動に巻き込まれたといったところでしょうか。どうやらそうらしい。そんな直近の記憶でさえほとんど思い出せないかな。大変な目に遭われましたね。共に入られたベーネス様たちはご無事でしたか。彼女がここにいたのか。残念だけど一緒にいたかどうかすら覚えてないね。だけどほら見て、そこに彼女の使い魔がいるよ。助けを求めている様子でもないし、ひとまずは無事みたいだ。でも今ベーネス様たちって言わなかったかい。他にも誰か私たちと一緒に院内へ。あ、ええ、しかしそのものはどうも雰囲気が違っていましたし、容姿も私たちとは少し異なっているようでした。もしやあれもどなたかの使い魔だったのかもしれません。へえ、それもベーネス様のかな。いつか機会があったら聞いてみるよ。それよりもまずはヘルメスの手当てだ。大方メーティオンとかいう使い魔の暴走に巻き込まれでもしたんだろう。その後アーモロートに行くぞ。記憶喪失以外に問題がないか念のため調べるべきだ。あとはお前に14人委員会関連の通達がある。思い出せないだけで一度した話だろうかな。ああ、分かった、世話をかける。カイロスってエーテル放射で記憶を操作してるんだよね。強い放射によって焼かれた記憶も星に帰り魂が現れる時には思い出すなんて学説を唱えている人もいるじゃない。だったら私たちもいつか帰った時に思い出すのかな、この失われた時間のことをさ。たった数日だ、どうせ大したことはしていないだろう。私ならもっと他のことを思い返しながら消えたいものだ。少しだけ、今は少しだけ休みましょう。あなたも私もまだ進まなければならないのだから。あなたの時代につながる時空の門が開いているのは
この中でよかったでしょうか。あなたとあなたの時代の人々がどうか打ち勝てますように。あなたがここで知ったことを役立ててくれたなら、エルピスでの日々は、エメとセルクたちの思いは決してなくならないわ。メーティオンが宇宙のどこかにいる以上、遅かれ早かれいつかは終末が訪れるでしょう。それまでに一体どれだけのことができるのか。防御策の模索や星の外を行く方法の検討、やるべきことは山積みです。かといって野放図にこの剣を拡散するわけにもいきません。多くの星が終わりを望んでいるという話を安易に振りまけば、ますます手のつけられない事態になりかねない。頼れるものから伝えていって、着実にことを進めていかないと。本来なら14人委員会にも協力を仰ぎたいところですが、ヘルメスがまっさらな状態からの裁定を望んでいた以上、彼がこの件を知れば次はどうなるか。かといって彼と委員会を引き離せば、終末が来た時に対策を検討しうる人材を削ぐことになる。難しいところですね。やはり彼らは彼ら、私は私で道を探すしかないのかしら。いずれにせよ、事態を根本的に解決するためにはヘルメスの問いに答えを示さなければなりません。人は生きるに足るものだと。大事なのは終末を前に、不可避の絶望や理不尽な死を前に何ができるか。それらと対峙した時に立ち尽くすだけでは、乗り越えられずに終わりを迎えた先行く星々と同じです。終末を切り抜けることもできなければ、彼らの巣へたどり着けたとって手も足も出ずに敗北するでしょう。絶望に抗い踏み越える術を見出していかなければなりません。私も皆、できるだけ多くの人が。大勢の背中を押していくのは重く困難なことでしょう。けれど私は人の可能性を愛した。不可能よりもずっと進む理由はそれで十分。この先に待つのは、あなたが知るのとは別の歴史かもしれない。あるいはエメとセルクたちが記憶を失ったことでつながる見込みも生じたのかもしれませんが、どちらにせよそれはつながる瞬間まで知り得ぬこと。私はあなたから聞いたことを全てと思わず最善を尽くし続けましょう。だからあなたも最後まで歩き続けて。あなたが前へと足を進めているとき、私もそうしている。同じように明日を求める者が必ずあなたに寄り添うでしょう。その果てで私たちが、人が絶望に立ち向かえる強さを得たならば、終焉を歌う者に叩きつけに行きましょう。人の答えを。私たちの旅は終わるには惜しいものなのだと。
約束よ、遥か遠い未来の光。さようなら、あるいはまたいつか。